じゃあ点滴していきます。これも大丈夫、すごいじゃん。また脂質が 9% なんですよね。普通の16とかでもあるんですか。10切ってれば少ないですよ。で、鹿肉玄米、牛、大豆ビール酵母、牛、割とどんな意味でも食べるから、たまたまもらった。たぶん通販で買ってるやつだから、あの買わないといけない。これももしあの良さそうだったら、あんまり食べなくても体力は戻らないからと思って、あれで食べないで、今からちょっと私あそこ行ってみたのかなと思って、イオンのペッチのところ行って、これ売ってないけど水泳用っていう家庭脂肪の、そこれじゃないやつをなんか見てこようかなと思ってるんですけど、だから、まあ、あの実は水泳用のやつもう2つあるんですよ。ああ、そうなんですか。とりあえず、あの、ヒルズの人だったら、で、一番脂肪が低いんだよね。でも、ちゃんと言ってる。あるね、ロイヤルカナンで昇格されてる。そうそうそう、私ロイヤルカナンを見て、買おうかなと思った。いや、一回試してみましょうかね。いただける、あの、なら。いかがでした。いかに日本製のやつで。大丈夫。どっか日清か、まだ数円と決まったわけではないから、大きいの買うのはちょっと、ね、抵抗は。とりあえずサンプルで出します。じゃあそうさせて、今のももしその2つ食べなかったらあげても大丈夫そうですか、さっきの成分で。ね、ちょっと待ってください、わかんないから寒いんですが。わかります。脂肪は低いからいいんだけど、うん、なんか好転そうじゃん。あと、これ今ちゃんよく食べるんですけど、ゼリーもそう。ゼリーなんですけど、カロリーとか全部ゼロで、添加質もゼリーなんですよ。で、水もあまり飲まないから、これあげてもいい、良ければ。これちょっと、多分、人間でいうポカリみたいな感じので、あ、ま、リンゴの味がする。それ脂質とかが全部ゼロだから。これ良ければちょっとなくなっちゃったので、これ、ところかなと思って。止まってない。首を返すぎないで。やっぱりまだしんどいです。全然いい。これだけはい、待てます。で結構芝ってこう深夜になってくると分かって、ね、見た目でなんか分かりますよね。そう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 、特に黒いから。だけどなんかそういうのが見えなかったから、もっと若いと思うから。うん、若そうなんだ。なおちゃんまだ3歳。そうなんだ。食べたほうがいい。虫の時から。
だからあんまりこう歩いたりすることがなくて、大体寝転んでる感じでしたね。1時まで。1時に迎えに来ればいいですか？うん、わかります。でも今日の夜からはさ、あの食事制限しないで、まあ、食べるかどうかわかんないけど、数学作語停止棒と美味しいやつと出しますから、だからそれとも元々の ID のファンだと、はい、どれか一番食べそうなやつを。ああ、わかりました。どれも加減とかって言われると困っちゃう。じゃあ順番にチャレンジしてって食べるものをっていう感じですよ。ダメダメ、だって結構するけどね。痛くない。痛いね。すごいね。最後は痛いです。痛いの。痛いの。でもね、多分、あ、全然平気じゃん。頑張ってね。なんかくださいって。やった。はい。そう、水源疑いの子はメタボブスケットを行くので、うん、良かったです。これが食べれて良かった、じゃないとね、食べれるのご褒美だからいいんですよね。うん、そうね。ちゃんと流していく。グズグズするは明日採血します。今日はちょっと水で、あ、分かりました。ただまあその採血って水源なんですよね、はい、うん、だけどまあまあいい感じになるんだったら、うん、まあ試合しないと、ね、やっぱり元気が出てこない。そうそう、試合というよりは高いみたいな、うんうん、ということは、あなたに興味してきてるんで、うん、やっぱり、はいはいはい、成長や、はい、その炎症反応が高いとやっぱり元気はないんで、そう、うん、試合が高いと、うん、あまり高いとおかしいんですけど、黄色いボタン、黄色いボタン、はい、ちょっとママ帰っちゃうよ。うん。お昼に迎えに行くね。また今日はね、すぐだね。出るまでじゃないよ。で、それまでにゼリー買ってくるわ。美味しいの買ってくれるって。やった。よいしょっと。テーブルもっとこっちにしちゃってください。作ってない。作ってない。だからそういうのもちょっとあるかも。ストレスですよね。なんか私はね、ストレスかなってちょっと思った。
そういうのをやっぱりちょっと、はい、電気入れてあげないと。はい、電気終わってる。